はい、こんにちは、カエルです。今日背景がいつもと違うと思うんですけど、ちょっと早めのお休みに入りまして、現在沖縄におります。はい、この景色だけでどこいるか分かる人いたらすごいんですけれどもね。今日はですね、ちょっと沖縄でですね、収録をしているという形になります。で、今日のテーマはブラックロックのですね、アイシャーズシリーズの大整理というのをやってみたいと思います。今までバンガードとかスパイダーですね、ステートストリートやってたんです。今日最大47銘柄ということです。あ、違う、72銘柄だ、すいません。72銘柄という形でもうすごく多かったです。ブラックロック社ってまずは何だろうというのからですね。ステートストリートはバンガードと並ぶ世界最大級の金融機関になってます。ニューヨークに本社を置く世界最大の、ね、運用会社で、運用資産残高もう1100兆以上というとんでもない運用をしております。で、従業員が世界で1万8000人以上、世界30国70拠点以上にオフィスを構えているそうですね。なんかちょっとね、知り合いの人に勤めてたらだいぶね、すごい面白いこう社長さんだという形でね、はい、そういう会社のようです。で、皆さん大好きな HDV とか HYG、LQD などなどをですね、運用している会社になっておりますので、まあ、ここのね、ファンド72種類をですね、全部チェックをしていきたいなというふうに思います。楽天証券で売ってるのが72種類ですね。アメリカだとね、日本で売ってないやつもいっぱいあるんですけれども、日本で楽天証券で買えるものをね、メインに紹介したいなと思います。で、おまけコーナーね、新NISA制度の所感をね、ちょっと紹介したいなと思います。で、今回ですね、過去最大72銘柄あります。で、楽天証券でね、買える使ってるから、そこで買えるものを全部チェックしました。で、これね、全部やってるとすごいので、一旦ね、パーッと流していきたいなと思いますので、後でね、皆さんこう表とかをね、見直してみたいと思います。もうこのシリーズね、もうコピペと手入力の鬼でね、ちょっとやり始めて後悔してるんですが、この後もね、ファーストトラストとかウィズダムツリーとかね、やっていきたいなと思うので、はい、頑張っていきたいなと思います。こんな感じでね、はい、72銘柄ありました。カエルの自己紹介ですね、簡単に、約40銘柄に分散投資している、都内の初老の会社でがっつり住宅ローンを持っていて、投資の情報を、ね、共有して皆さんと一緒にやっていきたいなと思います。基本ポジティブにね、あんまりサムネでね、暴落とかそういうのをやりたくないなと思うので、はい、ぜひですね、皆さん楽しんでいっていただければと思います。内容がね、良ければチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。はい、で、やっぱりね、ブラックロックも結局どういうふうに整理していけばいいのかと、アイシェアーズシリーズですね、金融商品、株式、債券、インカム系とかコモディティ系とか、そういうのがあって、エリアはね、米国、新興国、EU、 あと個別の国がね、ブラックロックのこうアイシェアーズシリーズの特徴はですね、個別の国がすごい多かったですね。あとサイズは、株式は規模とかごちゃごちゃか集中かとか、債券も長期、中期、短期、国債、社債とかね、そういうのが選べるので、楽天証券とかシーキングアルファ、トレーディングビュー、モーニングスターとかね、いろんなこうツールを使って調べてみました。いかんせんコピペと手入力なんで、ちょっと一部間違えてたら本当ごめんなさい。まずですね、米国株式ですね、やっぱりバンガードとかだと、その S&P とかクリスプとかラッセルとかね、ああいうこう銘柄別に、規模別にすっごいたくさんあったんですが、スパイダーもこのアイシャーズもですね、結構そこはね、限られてるって感じでしたね。例えばアイシャーズのコアの S&P500 ですね、 IVV、 これがやっぱり一番有名ですね。で、これですね、並べ替えはトータルリターンの10年の高い順から並べ直してるという形になってます。そうするとですね、やっぱり S&P500 強いですよね。トータルリターン、配当再分配込みで 223.25% となっています。で、今買うとね、配当利回りは 1.67% なんですけれども、 CAGR ですね、これ分配金、配当金の過去5年間の1年、毎年のね、成長率、増配率ですね、 6.32% というのが結構増えていってるという形ですよね。アップル、マイクロソフト、アマゾンという形で、やっぱりここは有名どころが多いという形です。で、この中で今回全部説明すると大変なので、注目すべきところを色つけてます。アイシェアーズだと、有名なところだとですね、高配当の HDV ですね、下の方にある HDV と、あと高配当の好きって書くところの DVY がありますよね。 HDV はですね、エネルギーとかそういったところが多くて、高配当という方は 3.60% という分配利回りがあります。配当金で振ってるので 149% ぐらいのね、トータルリターン10年間なんですね。分配金の増配、年間増配率ですかね、過去5年間の平均 4.73% というふうになっています。
で DVY の方がね 221% という形で結構伸びてて、増配のねあのペースも結構早かったりするという形で、ただねあの利回り 3.46%、 ただね HDV の 3.60% と大して変わらないというところなんですね。まあ HDV 日本でたくさん買われている方多いと思うんですが、実は DVY も悪くないよということですね。ただ手数料が DVY の方が 0.38% ですね。 0.38% とちょっと高いんですね。 HDV 0.08% ってすごく安いので、まあ、手数料はね HDV の方が安いからいいですよねということですね。ただこうトータルで見てみると DVY と HDV はちゃんとね買う前に自分で中身比較してみるというのも悪くないんじゃないかなというふうに思います。どうしても日本だと UIM、HDV、SPYD っていうのこの3つをねすごく押す、まあ、手数料低いからっていうのもあると思うんですが、実はねたくさんいろんなものがあるのでぜひ見ていただくといいかなと思います。あとはここですね、カエルが好きな優先株ですね。カエルはあのグローバル X の PFFD っていうやつを買ってるんですが、まあもう一つ有名なやつだと PFF があります。でここはね今あのすごくこう債券系株価が下がってるので利回り良くなって、今買うと 5.96% になります。ですのであのそんなね増配とかしなくてもいいので、毎月比較的安定した分配金が一定割合欲しいっていう人は、もしかしたら今はね資金をねこう PFF みたいな優先株とかハイイールド社債とかにで安定して 5.96% を、ね、もらえるという、そういったことも可能となるので、この必ずしも、ね、こう PFF のようなものだけではないんですけれども、株式系の、ね、高配当じゃなくてこういった優先株というのも選択肢に入れてみるのもいいんじゃないかなと思います。あとあんまり有名じゃないんですが、この SUSA みたいなあの MSCI 米国 ESG セレクトといった形でこう環境とかそういったものに配慮をした会社ですね、まあ、そういったところに投資しているというやつもあって、これもねあの10年で 216% とかで、まあ、中身はねマイクロソフト、アップル、アルファベット、まあ、Google ですね、こういったところもあるので、まあ、こういったところもいろいろ見てみるといいんじゃないかなというふうに思います。じゃあ続いてですね、米国外の全世界系で見てみるとどういったことかという形ですね。 IOO っていうのがリターン1位です。 154.26% です。でこれは米国に限ってなくてグローバルの100っていうものですね。だからあの世界の大きいあの100社っていうのに投資をしている。どうしてもねあの企業はアップル、マイクロソフト、アマゾンといった形でやっぱり有名なねあの国が中心になっていると思うんですけれども、あの世界に分散投資ができると。で手数料は 0.4% で分配利回りがですね 2.05% という形です。トータルリターンが 154% ですね。なので、まあ、米国だけだと 200% を超えているといった形なんですが、まあ、世界で分散をしているといったところもあるのかなというふうに思います。で同じように 青色でね示したのがアクイですね。これ全世界ファンドですね。全世界投資だと結構 VT とかあとは EMAXSIM のオルカンとかねあっちの方があるんですが、あのアクイもですねあのをインデックスとしたアイシェアーズのやつがあります。ただこれ手数料がね 0.32% って高いので、わざわざこれ買う必要ないかなというふうに思いますけれども、まあ、10年間のトータルリターンで 117% というのがあるという形です。ですのであの全世界に分散する ETF を買おうと思った時に、まあ、わざわざこの ACWI ですね、アクイ買う必要はないんですが、まあ、VT みたいに小型株とかねそういうの入ってはなくて大きくて安定してる世界中のいい会社にと思ったら、この IOO に投資するっていうのもありかなというふうに思いますね。で続いてですね、先進国ですね。例えばこれが赤色のものですね、 MSCI 国際 ETF で、これは TOK って書いてあるんですけど、これ日本除くというやつですね。だから日本を除く先進国米国含むというものになっています。でこれはですね利回りが 3.53% で CAGR5 年もですね 11.29% と高いという形ですね。でトータルリターンも 143% あるという形ですね。なのでまああのこれもしねあの ETF で買うぐらいなら、まあ EMAXSIM の先進国インデックスとか日清外国株式とかねあっち買えばいいかなと思うんですが、そういったものもあると。こちらですねもう一個のやつが EAFE ETF ですね。 EFA っていうあのティッカーですが、これはカナダ北米除くなんで米国とカナダを除いた先進国ですね。だからネスレとか ASML とかロッシュとかあるんですが、これ日本あの入ってます。なのであのそういったアメリカを除いた先進国を買いたいですよという方はですね EFA でもいいかなと。であと下の方にごちょっと固まってるのがエマージングですね。新興国とかフロンティア、さらにこう新興国よりさらに小型の、ファンド群ですね。そういったものも下の方にあるんですが、ちょっとね手数料も高いのが多いですし、ちょっとリターンもねそれほどやっぱり高くないので、まあ、これはね相当こう目的意識がある方がね買
った方がいいんじゃないかなというふうに思います。米国以外のね、を含むファンドっていうのが結構アイシャーズシリーズ多いなという、そういったような内容になります。で、続いてですね、業種別ですね。これはまあヴァンガードもそうですし、スパイダーもそうですし、インダストリーっていうんですかね、業種カットでバラバラに変えるというものですね。これまあ、どこの会社もあんまり傾向が違わないのかなと思うんですが、やはりですね、直近10年でリターンが高いのはこれですね、 343% のリターンがある、テクノロジーテック株系ですね。なので上位はアップル、マイクロソフト、NVIDIA とあるんですが、確か4位5位にビザカードとかマスターカードも入っているので、そういったですね、テクノロジー系の会社が入っているという形で、まずはこれは非常にこう安定した成長が望めそうでねっていう形になってます。あとは3位のですね、グローバルヘルスケアですね。やっぱりユナイテッドヘルスとかジョンジョンですね、ジョンソン&ジョンソンとかイーライリリーとか、まあそういったようなヘルスケア系のね、製薬とかが入ってるのもやっぱり安定してますよね。10年間でトータルリターンで 209% あるという形です。ですので、ここら辺の会社はですね、高い成長率を維持するというのがあるのかなと思います。あとはですね、下の方にあるブルーで、やってるやつがですね、グローバル金融ですね。あとはこれちょっと他の会社なかったんですが、フォレストツリーウッドっていうやつですね。なんかこう紙パルプとか製紙業とかね、そういったような紙系の会社に投資してりしてるのかなと思うんですけれども、はい、ここら辺はですね、分配利回りが 3.76% と 2.23% という形なんですが、5年間の、ね、増配が 24.11%、14.12% とそれぞれ高いというようなものになっています。あと下の方にあるグローバル素材、グローバルエネルギーですね。ここは増配も、ね、いいんですけれども、分配利回りが 4.78% と 4.80% と、まあ、高配当という形ですね。ですので、こういった HDV とかはね、結構ヘルスケアとエネルギーとか組み込んで、配当の成長もするし、高配当であるとか、そういった形をやってると思うので、こういった、ね、業種別を自分でファンド組んでね、自分なりの高配当増配銘柄を作っていくというのもあるのかなと思いますので、好きな方はね、こういったものを組み合わせてみればいいのかなというふうに思います。続いてですね、債券ですね。まあ、債券に関して言うと3社とも大体この区分は変わらないなと。総合債券があって、国債の長期中期短期とかがあって、社債の長期中期短期があって、あとは米国外の債券がある、まあ、こういう体制はね、あんまり変わらないのかなというふうに思います。で、一番有名なのはやっぱり AGG ですよね。これがまあ総合債券で BND と並んで有名で、まあ一旦これ買っとけばいいんじゃないのという形ですね。で、分配利回りは今 2.36% ぐらいまで高まってきてるのかなと思います。で、さらに最近ね、注目を浴びているのが TLT ですね。米国債の20年後超えの長期国債ですね。米国のこう金利が高止まりして、まあ、そろそろ来るんじゃないのっていう形で、すごくこれをね、最近お勧めしている方も多いかなと思います。あと、物価連動債ですね、インフレ債ですね、これが今 6.89% といった形で分配利回りあります。これね、今インフレがね、高いっていうのもあるんですよね。で、これがね、インフレが収まっていくと、この分配利回りガーンと落ちるので、今高いから将来も高いかなというわけではないので、 TIP はね、過去のこう履歴とか見てね、インフレじゃない時どうだったんだとか見てみてから買うのを決めた方がいいかなと思います。あとは安定した高配当ですね。さっき言ったように株式の配当金って分配が減配するかもとか、企業業績がとかね、あと四半期ごととかだったりするので、結構ね、安定してなかったりすると。ただそんなにもう増配もしなくていいので、ある程度資金を投入して毎月同じ金額でいいから、安定した分配金をね、比較的高利回りで欲しいっていう方には、ハイイールド社債の HYG、 これ現在 5.25% です。あと EMB ですね、新興国債券のドル建てですね、これ今現在 5% あります。なのでこういったものもあるし、あとは高格付けのね、投資適格社債の LQD、まあ、これ一番有名なぐらいの社債のファンドですよね。これだと今ね 3.25% ぐらいまでもらえます。ですので、こういったものに投資するというのもあるかなというふうに思うのでね、安定配当が欲しいという方はね、ぜひ株式だけじゃなくて、こういった社債とか新興国債券というのもね、見てみるといいんではないかなというふうに思います。続いてね、コモディティインカムちゃんぽん系ですね。これ前回ね、スパイダーの時は GAL というもう究極の分散投資っていうんですか、もう株もコモディティも債券も、もう全部入ってますみたいなね、GAL とかね、あと
INKM インカムとか RLY のコモディティみたいな、ああいうね、尖った感じの ETF がね、iShares はあんまなかったですね。で、グローバルインフラとか MBS ですね、これはモーゲージ系とかですね、あとゴールドとかシルバーとか、あと先進国の米国外のリートとかね、そういったようなものが結構あります。あとインフラですね。はい。で、こういったようなものがあるんですが、まあそんなにね、普通に投資してる方は、ここら辺は買う必要ないんじゃないかなと思うんですけれども、もうかなりね、大きな資産があって、とにかく増やすんじゃなくて減らしたくない、分散したいという人は、こういったものにね、こう投資をしてみるのがいいのかなと。まあそんなような内容になっておりました。で、続いてですね、まあ、最後かな、これが iShares のですね、特徴はこの国別が豊富にあるっていうのがすごい特徴だなっていうふうに思いました。で、これちょっとちっちゃくてね、大変申し訳ないんですけれども、こんな感じでね、非常にたくさんの国別のファンドが買えるようになってます。なので、あの国に旅行行って好きになったからこの国の株買いたいという、まあ、そういう人もいいでしょうし、あと世界のね、全世界とかじゃなくて自分でね、こう国別のファンドでバランスをね、整えたいというような人なんかにはいいのかなというふうに思いました。で、例えばね、トータルリターン10年で高い順に並べ直すと、1位が台湾で、2位が日本、3位がドイツ、4位タイという形で、こういった形になっています。1位のね、台湾は正直台湾セミコンダクターですね、はい、ここが強いと。トータルリターン10年で 191% あって、あと分配利回りが 5.79% ある、あとは増配も、ね、高いという形です。なので非常に台湾が、ね、最近こう伸びているという形です。ただこれは結構台湾セミコンダクターに追うところが多いと。だ、2位の鴻海とかね、こういったところも有名ですね。続いて EWJ 日本ですね。分配利回り 1.22% なんですけれども、10年でね 69% という形でリターンがあります。で、トヨタ、ソニー、キーエンスで、まあ、皆さんよくご存知の会社が入っているというものですね。国別で見ると、じゃあ日本ってそんなに悪いのかっていうとね、実は悪くなくて、ちゃんと2位ぐらいの位置にまでですね、来ているという感じです。で、3位がですね、 EWG、 これがドイツですね。で、こちらも分配利回りが 4.20% と高くなっています。で、トータルリターン10年で 26.29% になっています。ここ会社はですね、 SAP、 シーメンス、アリアンツみたいな、まあここもね、皆さん名前聞いたことあるかなと思います。ソフトウェア会社とか製造業とかね、あと保険、まあこういったところが強いという形です。で、続いてね、タイが入っていたり、韓国で、あと南アフリカ、中国の大型株、メキシコ、マレーシア、トルコっていうのが入ってきて、ブラジルが入ってきてます。 EWZ ですね。これ昔もちょっとね、言ったかもしれないですが、ブラジルの EWZ 配当利分配利回り 13.15% と異常に高いですね。やっぱりこの資源株が多いので、この今のね、現状だと分配利回り高くなってるかもしれないですね。ただ10年で分配金があったとしても、トータルリターンがマイナス 21% と、ね、いう感じなので、あんまり、ね、投資としては進められないかもしれないんですが、ちょっと、ね、興味のある方は見てみるといいかなと思います。で、最後はポーランドですね。ポーランドも、ね、ちょっと利回り良くないですね。ただポーランドに投資したいと思う人っているかどうかわからないんですが、興味のある人は、ね、ここから買うことができるということです。で、下2つは、ね、ドイツと日本に関してはヘッジですね。為替ヘッジの、まあ、ドルに対するヘッジなんですけれどもありますので、まあ、こういった形のものもですね、買うことができるようになっているというのが特徴になっております。よくね、こういった形で国別で見てみるとどうなのというところなんですが、日本はね、外した方がいいですよとかね、オルカンの中で日本って足引っ張ってるから覗く日本買った方がいいですよと、そういったような意見もね、たまに見ると。で、カエルもね、実は今ニーサでオルカン買ってるんですけども、次から覗く日本にしようかなと思ったりしています。ただそれは何でかっていうと、日本が入ってるとパフォーマンスが低いからっていう理由ではなくて、今ね、カエル日本の個別大型株とか、あとはそのグローバル X の日本のETF 買ってるので、日本はもう投資してるんですね、個別ね。だからオルカンで日本も入ってると結構そっちの割合がね、比率が上がるから、まあ別にそっちは日本入ってなくてもいいかな、個別でやってるからなっていうので外そうかなと思ってるんですね。で、じゃあ日本ってそんなに悪いのっていうので、ここ見てみると、直近10年、5年で見るともうちょっと日本下がるんですが、直近10年で見ると、この緑の線を見るとガッとこうコロナショック以降でですね、一気にこう台湾がね、やっぱりこうハイテクの上昇に乗って TSMC ですね、台湾セミコンダクターが上がったから、こう上がってるんですけども、それの貯金であるんですが、今は
ちょっと下がってますけどね、まあ、そういった感じです。この EWT 台湾のファンドなんですが、これ100社ぐらいね、あの会社入ってるんですが、この台湾セミコンダクターが1社で 20% 超えてるんですね。だからかなりこう台湾セミコンダに追うところが多いので、実はだから結構ボラティリティでかいんじゃないかなと思います、1社にね依存してると。で EWQ はあのフランスです。こうフランスもね結構すごい高かったんだなと思います。フランスはどうかというと72社ってちょっと分散少なくて、で中見てみると10%超えの会社はないんですが、あのルイ・ヴィトンとかトタルとかね、そういうこうあとはなんだろうな、あのフランスのこう有名な会社が多いという形になってますけれども、やっぱり上位にかね多いんですね。じゃあ3位の EWJ 日本はどうかというと242社にも分散されていて、あのトヨタとかソニーとかキーエンスとかね上位会社なんですが、1社もね2桁パーセントの会社ね、あの 5% も超えてないんですよ。あのルイ・ヴィトンとかあのトタルとかは結構2桁超えはないんですけれども 9% とかあるんですね、はい、ただ日本は大企業に結構広く分散して242社もあるので、結構ね分散もしっかり効いてると、そういう感じのものが EWJ です。 VXUS は有名ですよね。これあの比較のために入れたんですが、全世界除くアメリカなんですよ。だからそうなるとアメリカを除いたあのファンドで VXUS がね 57.62% に対して日本って 67% だから、むしろ日本で引っ張り上げてるんですね。なので実はそんなに悪くないですよというふうなのがカエルが思ってるところです。で例えば EWG はドイツで65社にしか分散していないんですが、まあ、SAP とかシーメンスとかアリアンスとかね、ああいう会社がありますよと。で EWY もあるんですね、韓国。ここは115社と100社超えてるんですが、サムスンがね 20% 超えてるんですよ。だからやっぱり1社の影響でかいんですね。台湾と韓国はそれぞれ台湾セミコンダクターとかサムスンの影響がすごく大きくて、この2社がこけると結構危ういと。ただ日本はね結構分散しているという、まあ、そういった特徴があります。オルカンでね、日本がいると足引っ張るんじゃなくて、もうアメリカ強すぎるから、もうアメリカ以外の国を除いたらオルカンのパフォーマンスで上がると、まあ、そういうことですね。実は内情はこういったことありますよと。ぜひですね、こうオルカンにするか日本除くにするかっていう時に、日本がない方がパフォーマンス高そうだよねっていうのは、こういった背景もあるので、自分でねちょっと調べてみていただいた方がいいかと思います。なぜかね、あの EMAX するものオルカンってこの EWJ 使ってるんですよ。インデックストピックスは日経じゃないですね。ただ EMAX スリムのバランスファンドの日本は確かトピックスなんです。もしかしたらすいません、あの日経平均かもしれないですけど、そういった形でね、同じ EMAX スリム系でも日本に使ってるインデックスってものによって違うので、はい、そこら辺もねちょっと調べてみるといいかなと思います。アイシェアーズの話なんですけど、ちょっとここの国別の話に時間使っちゃいましたが、はい、そういったような形になっています。でまとめるとね、これもほんとちっちゃくて申し訳ないです。あの静止画撮ってね、あの拡大とかして見ていただければと思いますけれども、米国内の株式ですねはこれぐらいがあります。 IVV とか DVY とかね、 HDV とか有名なところがありますね。ラッセル2000の IWM もあります。で米国外だと IOO とかアクイですね、 ACWI とか有名なところがありますが、まあいろんなね新興国とかフロンティアマーケットにもアクセスできるようなものもあります。あと業種別とかテーマ別でね、いろんなものもやっぱり買えますし、コモディティリートはね、これあんまりそんなに多くないんですがあります。あと国別ですね、あのアイシェアーズの特徴はこの国別の銘柄がたくさん買えるというところがあるかなと思います。入りきれなかったんで、あの総合債券とかね、こう債券系もありますよと、まあ、こういった形の全体像になってるかなというのがアイシェアーズになります。ということでですね、まあ、過去最大級のコピペ量になりました。まあ、大変だったんだけどね、なるほどアイシェアーズはこうなってんのかっていう勉強にも乗りました。あの全体的にね手数料がちょっと高いかなっていうのがブラックロックのこうアイシェアーズシリーズの特徴として見受けられました。まあ、株式についてはね、米国株はかなり絞り込まれてます。バンガードのようにね、こう指数別規模別でこう何十種類もね ETF があるというよりかはもうかなり絞り込まれてて、 IVV、HDVDVY という、まあ、有名どころが、まあ、あるかなと思います。あと逆にね、あの米国外を含んだ銘柄は非常にたくさんあったようにも思います。先進国、新興国、全世界、フロンティア、あと組別もあって、自分でねこうカスタマイズしたいなという人には向いてるようにも思いました。でスパイダーの時のようにね、こう調べてて、あれこう TOTL とか債券ファンド面白そうだからなって思って
ガツッとこう買っちゃうという、そういう出会いは今回カイルはなかったんですけれども、あまりアクセスしない国の投資はできそうだなと思いました。で、今後ね、ファーストトラストとかウィズダムツリーもね、やっていきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、今日のおまけコーナーはね、新ニーサの所感ですね。あまりまだのこう全部調べきってないのでイメージなんですが、ちょっとやりたいなと思います。ここまでがね、今日のテーマになりました。投資は自己責任なくまでもカエルの個人的見解となりますので、はい、ぜひ皆さんですね、自分で調べていただければなと思います。おまけコーナーは新ニーサの所感ですね。まあ、内容を見てみた結果ね、かなりいい相談になったなというのでびっくりしました。中でね、積み立てニーサとか成長枠に分けてるっていうね、こうちょっとね、金融庁の優しさを感じますね。海外だとね、もう例えば300万円やるから中は自由に勝手にやれと、年間300万上限いくらだからあとは自由でやれとかいうふうにね、普通はね、自己責任だからやれって言うんだと思うんですが、それをやらないのがね、さすが日本ですよね。ちゃんと積み立て枠で金融庁が選んだ投資信託でね、まずそれで積み立ててくださいと。で、有料ファンドでまずはやってから、あと残りの枠でね、自由にやってくださいと。で、全部がね、有料なインデックスファンドじゃなくて、業界ね、この成長枠も用意するから、そこでね、好きなもの売ってくださいよと、まあ、そういうね、こうかなりこう忖度というか、投資家にも業界にも気を配ったバランスと金額感でね、すごくいい感じの制度になったなっていうふうに思いました。じゃあね、カエルがね、これから資産形成を始める人、年間360万円を投資できないよとか、成長枠と積み立て枠分かんないよっていう方ね、いるかもしれないですけども、そんなのいらないです。これだけです。毎月5万円、30年でインデックスファンド、もう以上です。はい。変にね、こう、積み立てと成長とか分けてるから、わけ分かんなくなるかもしれないですけど、そんなね、毎月ね、投資できないよとかね、そういう方はですね、毎月全世界、先進国、全米、まあ、どれでもいいんで、とにかくインデックスファンドをやりましょうです。もうこれがもうベストの回答かなと思います。で、途中でね、そうやって5年ぐらいしたらいろいろ覚えていくので、途中でね、毎月5万円だけどお給料もね、だんだん増えていったので、じゃあ成長枠で別途高配当とか個別株やってみようかっていう風になると思いますので、何投資していいか分かんないからとか、これからやりたいなとか、まずはしっかり積み立てしていきたい、資産形成したいなという人は、まあ、毎月5年5万円30年インデックスファンド、これでいいと思います。じゃあカエルはどうするのかっていうと、まあ悩んでます。いろんなね、こう投資系 YouTuber の人は特定口座からボンボンマックス5年でっていう方もいらっしゃいますけれどね。で、まあ、カエルは積み立て枠を毎月5万円オルカンと S&P500 か、除く日本のオルカンでやっていこうかなと。積み立て枠にね、今持ってる S&P500 とか のやつを特定口座からね、こう移動させるかはちょっと含み益次第かなと思ってて、まあ、ちょっとね、それは考えたいなというふうに思ってます。で、成長枠はどうしようかなと思うと、成長枠はね、やっぱりこう変えるね、高配当好きなんで、特定口座から JPI か DGRW か VYM、 もしくは HYG とかね、 PFFD とか、ああいう高配当銘柄でもう早めに埋め尽くそうかなというふうに思っています。あと、現ニーサはね、そのまま放置なんですけど、昔買ったね、新興国とか日本とかがね、こう銘柄一覧にあるから、もうどうしようかな、将来そんな成長しないかもしれないしなと思って、どうしようか迷ってますが、まあ、多分現ニーサの枠はね、もうそのままほっといて、まあ、無課税の期間が終わったらやめようかなというふうに思っております。本日は以上になります。ご視聴ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。バイバイ。